どうも、くまです。今日はシンプルな生活を心がけている僕が暮らしの中でやめたことを紹介します。皆さんの中で少しでも何か考え方の種になったり、快適に生活するヒントになれば嬉しいです。シンプルに暮らすためにやめたこと。 1. SNS のチェック。僕は今は SNS を基本していません。理由は簡単で、受け身の情報ではなく、自身で好きなことややるべきことに時間を割くので、正直いっぱいいっぱいだからです。僕の家にはテレビがありません。ただ情報を浴びるだけのものを生活の中心に据えることに疑問があったからです。ネットは自身で必要な情報を得られる部分が良いと思っていますが、反面、SNS は情報に対し受け身になりがちです。ついつい誰かの何気ない一言を気にしてしまったり、必要でもない多くの情報が自分に流れてきます。これであれば結局ネットの中でも無意識に情報を浴びて受け身になっている自分に気づきました。だからスマホで SNS を見てもったいない時間を過ごすより、自分がもっとしたいことに時間を当ててあげたいと思っています。 SNS やスマホ、ついつい見ちゃいますよね。でも僕は少しだけ遠くに置いています。 2. 先延ばしにすること。やらなければならないことは日々いろいろありますよね。僕はなるべくそれらを先延ばしにしないようにしています。なぜなら先延ばしにすればするほど面倒になったり自分にがっかりしてしまうからです。だから5分から10分程度で片付くことであればすぐにやってしまう。そうすることで自分の中でその動きや考えが習慣化し、先延ばしにすることも少なくなります。先延ばしにすればするほど自分の時間は不本意に失われていき、本来目的としている理想の時間や生活はどんどん遠のいていきます。せっかくシンプルで合理的な方法で自身の時間や価値を手に入れても、先延ばしが多くなればそれらは簡単に崩れていきます。この先延ばしにしない考え方を始めた際、僕がやっていたのが、よし、やるか、と自分自身に言い聞かせてみること。実際に声に出しても良いですし、心の中で言ってもいいと思います。この言葉で不思議と僕は、スッと体が次の動作に向かうようになりました。よし、やるか。よし、やろう。よし。よし、よし、頑張った。自分を褒めるのも大事ですよね。もし目の前のことを先延ばしにしたくなってしまったら、この言葉を使ってみてください。3. 小銭を持ち歩くこと。僕は3年前に妻と揃って財布をコンパクトにしました。小さい財布は取り回しやすく、余計なものを入れないため非常に使いやすいです。非接触型の決済サービスが便利になった今、小銭を持つことも自然に少なくなりました。僕が利用しているのはスイカとメルペイ。この2つどちらかは大抵の店舗で利用できますし、その他は全てカード決済です。外出時に小銭が出た場合は、帰宅の際、こういった缶に入れるようにしています。もちろん紙幣は財布に入れておき、たまの飲み会や小銭の使用がある予定の際に必要分を持っていくようにしています。こうすることで財布も膨らみにくく、皮も傷みにくいので、僕はこの方法を続けています。小さな財布にして小銭はなし、そんな生活が僕は日々快適です。 4. ペットボトルの買い物。以前の僕は職場にミネラルウォーターを持っていき、帰宅してくつろぐ時間には炭酸水を飲んでいました。当然ペットボトルのゴミは毎日増えていき、余計な出費もかさんでいきます。ある時からペットボトルを買うことをやめ、すべて水筒に切り替えました。冬は温かい紅茶やカモミールティーを入れたり、夏場は氷を少しだけ入れ、水出しのルイボスティーを入れるのがお気に入りです。こうすることで日々かかっていたお金も浮き、季節に合った温度で好きな飲み物を楽しんでいます。水筒は重いイメージがありますが、タイガーの無重力マグは 500ml サイズでもわずか 200g ほど。ちなみに外出時に使用しているのはこのタイガーの無重力マグ。7、8時間経っても温度を保ってくれ、
小さいサイズも購入し、とても気に入っています。このタイガーのロゴが可愛いですよね。加えて我が家ではケトルで温めたお茶を冷まさぬよう、以前アウトドアで使用していたクリーンカンティーンのマグを保温ポット代わりに使っています。場所も取らず遠出の際にも持ち出せて便利に流用できています。ちなみに夜の炭酸水はこちらのソーダストリームで作るようになりました。専用のタンクを 1,2 ヶ月ごとに交換するだけで好みの強さで炭酸水が出来上がります。こちらもおすすめ。ゴミもなくなりストレスフリー。ペットボトルではなく我が家はマグを積極的に暮らしに取り入れています。5. 偏った夕食の取りすぎ。僕は食べることが大好きです。そのためついつい仕事終わりの夕食をたくさん食べてしまいがち。しかし僕も健康に気は使いたい年齢。自分の人生を長く楽しむため、嗜好性の強い食べ物を夜に多く摂るのではなく、楽しめながらも健康に良いものを食べるようになってきました。そこで取り入れているのは玄米。白米は糖質が多く食べ過ぎは禁物ですが、玄米は食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富で、低GI の主食として特におすすめです。食物繊維を多く含むため腹持ちが良く、白米よりも少ない量で満腹感を得ることができます。白米に5割ずつなど日々の食事に少しずつ混ぜていき、今では玄米10割でも割と楽しめるようになりました。そんな美味しい玄米の炊き方はストーブ鍋で炊くこと。ストーブで炊くともっちりとしていてツヤツヤな玄米が食べられます。気分によって玄米と白米をブレンドしたり、白米だけの時ももちろんあります。大事なのは無理のないバランス。自分の理想とする生活のために、明日も美味しい食事が取れるよう、偏らない方法で適度に食事を楽しんでいます。6. サブスクを増やすこと。最近便利なサービスとして多くの人が利用しているサブスクリプション。その便利さからついついあれもこれも月決め契約してしまい、結果的に毎月かなりの額になることも。僕も以前は5、6個契約していましたが、現在はこちらのカーシェアで利用しているタイムズカーシェアと映画を楽しむコンテンツのネットフリックスのみにしています。以前はアマゾンで多く買い物をしていたため、アマゾンプライムなしの生活は考えられませんでしたが、冷静に考えてみて一度抜けてみると、結果自分にはそこまで必要なかったんだというふうに感じるようになりました。当たり前にあるものや音の点検を日々していくことが大事ですね。7. 最新や流行を追う。最新の家電、ガジェット、ファッション、ライフスタイルや情報。僕は流行りにだいぶ鈍感な人間なので、これらをいつも追っていません。例えばガジェット、iPhone や Mac、オーディオやカメラ。毎年新しい機種や型が出るたびチェックはしてみますが、僕は今使用しているものでいつも十分だと感じています。スマホは格安 SIM の Android。オーディオはだいたい1から3世代前のもの。カメラはこういった動画発信ができれば十分だと思っています。大事なのは最新を追い求めることではなく、今自分が手にしているものをどれだけ自分が使いこなせるか。僕はガジェットなども大幅な仕様変更がない限り買い替えません。そんな情報を毎年毎回追っていくことは僕には正直大変なことです。しかし実際そういった人たちや使いこなしている様を見ているのはとても楽しいですし、感度の高さに素直に尊敬しています。こういった考えはこちらの書籍より少ない生き方にも綴られており、この本によると僕たちが使うテクノロジーの考え方は技術の陳腐化と機能の陳腐化に分かれています。例えば技術の陳腐化は、スマートフォンを購入した1年後に新機能を備えた最新スマートフォンが発売されるような場合など、最新との追いかけっこということですね。対して機能の陳腐化は、機器が正常に使用できなくなったり、メーカーのサポートが終了する場合などです。実質的に継続して使えない状態のことですね。つまり最新のものを追い続ける技術の陳腐化は確かに楽しいですが、お金はその度に出ていき物が増えるという風な側面があります。そのため僕は機
基本的に自分にとって大幅な価値観や生活が変わる仕様の変更がある場合か、その機器が使用できなくなるまで大切に使い続ける機能の陳腐化に習った考え方で物を使用しています。これらはガジェットだけでなく洋服に対しても同様な考えが当てはめられると考えています。僕は自分の気に入ったバッグや上着、シューズにはお金をかけ、それ以外の洋服は基本的に無印良品でベーシックにまとめるようにしています。大切なのは最新や流行ではなく、そのものが自分の問題をどう解決してくれるか、その問題解決は自分にとって本当に必要か、このポイントを常に頭に入れて物の買い替えを判断しています。 8. 収納用品を増やすこと。僕は整理整頓、収納が好きです。毎日シンプルな生活を送ることができているのも、生活の動きを効率よく仕組み化できているからだと思っています。整理好きな方は収納用品をうまく使っていますよね。僕も無印良品の収納をこれまで多く紹介し、その便利さに日々助けられています。しかし便利だからといって収納用品や家具に頼りすぎると、その数はどんどん増えていきます。収納の見栄えや数の印象に快感を覚えるほど、自分はうまく生活を組み立てられていると思うようになるからです。頭の中も部屋も時間も全てにおいて大切なのは余白です。僕自身意識はしているのですが、やはりまだまだ余白が足りない。新しい収納用品を手に入れると、やはりいろいろ入れたくなってしまうもの、そこに箱があれば何かをうまく詰めたくなってしまう。しかしそれで本当に暮らしが豊かになるでしょうか。結局は新たなものを増やしているだけ。収納用品が増えるということは、自分の持ち物がまた一つ増えたということ、つまりそれはより生活を複雑にするということ。だから僕は収納用品や家具を増やすことを極力やめ、自身の工夫で収納をうまく組み立てる生活を送るようにしています。自分にとって収納用品の数は心地よいシンプルライフの一つの尺度になっています。ということで、シンプルな生活を心がけている僕がやめたことでした。最近、やめる、捨てるといった考えが一つの新しい様式として定着し、ブームとも取れる時代になっていると感じます。しかし増やすも減らすも、取り入れるもやめるも、自分に合う方法が最適ですよね。正解は本の中や溢れる情報ではなく、きっと皆さんの中にあると思います。今日紹介した方法が皆さんの中で何か一つでもヒントになれば嬉しいです。それでは今日のクマログ生活の山小屋はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。